こんにちは、翔太です。今回なんですけど、もがみよしあきですねえ、このキャラクターの性能を振り返ってですね、MR 化で強くなるのかどうかっていうところについて話していこうかなと思います。で、なぜこのタイミングでこのような話をするかというと、まあ、UR1000 の中でもですね、未だに使っている方、まあ、多くおられるっていうところで、まあ、このキャラクターですね、MR 化すると強くなるかなと思います。で、もうすぐですね、五等分の花嫁のコラボがやってくると思うんですけど、まあ、これまでですね、 フェアーイルコラボであったり、えー、無色転生コラボあったと思うんですけどそのタイミングでですねフェアリーテイルのタイミングだとたで無色転生のタイミングだとアウグストスっていうようなまあかなりですね当時としては壊れキャラクターが来たっていうところで、まあ、このタイミングででもですねまあ5等分の花嫁中華終わったとかまあ始まる前だったとしたら今の天草史郎になるんですけどまあ今回もですね壊れキャラクター来る可能性があるかなと思いまして、まあ、このような最上義明の解説今やる かろうかなと思いますす、まあ、正直ですねナタとアグススが該当するので、まあ、おそらく純 MR が来るのかなと思うのでこの向井美シ千キの MR アバターではないかなとは思うんですけど、まあ、せっかくなのでやっていこうと思います、まあ、火力はですねかなり高くなるんじゃないかなというような想像はできます、えー、それではですね、えー、今回は登場時点の話と千桜の性能でスキル1スキル2パッシブ最後にまとめてやっていこうかなと思います まず登場時点ですね。まあ、このキャラクターが出たタイミングっていうのは、この地桜っていう特殊状態が実装されてですね、まあ、この地桜がかなりのぶっ壊れの性能になっていて、放、ま、置、あ、少女界隈っていうのはかなり湧いたのかなというふうに思っております。で、まあ、この地桜ですね、まあ、今では 地名、まあ、ダメージを無視した復活というような感じになる。致死ダメージか。致死ダメージを無視した復活というような動きになるのかなと思うんですけど、まあ、デワフのみを解除してですね、復活できるっていうところで、従来の復活の上位互換となるような動きをできるっていうところで非常に優秀でした。で、この地桜ですね、最大ですね、まあ、筋力値が最大2倍になったり、クリティカル率もまあ100%上昇したりとですね、まあ、かなり異常なぐらいですね、筋力値とクリティカル率を上げてくれるようなものになっていました。 で、ただですね、まあ、カエサルですね、MR が登場してですね、まあ、このキャラクター自体には神髄共鳴スキルっていうのがなくてですね、まあ、防御無視のダメージ、このキャラクター特徴だったと思うんですけど、まあ、その防御無視のダメージも伸ばしにくくなっていってですね、まあ、まだスキル2がダメージ大きかったんで、まあ、そういった意味ではカエサルにダメージを出せるダメージソースとなっていたんですけど、まあ、じわ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 ですね、えーまあ、ま、75%ダメージカットのキャラクターも増えてきまして、まあ、どんどんダメージも伸ばしにくくなり、そうコになって っって言ただですね、今でも使っている方、UR1000 で使っているキャラクターの中ではまだまだですね、使われている部類かなと思うので、まあ、このキャラクターが MR 化するとですね、まあ、今使っている方はそのまま引き続き使うことになるのかなというふうには思います。 えまずはですね、地桜の性能について見ていこうかなと思います。えっ、ー、と、まず地桜ですね、えー、説明としては、回信率と筋力値が増加。で、残りターン数が多いほど効果が高くなるとありますんで、この回信率、筋力値の増加パーセンテージっていうのは変わる可能性はあります。で、状態中、まあ、地桜中ですね、回、え、信、ー、攻撃が発生するたびにターン数プラス1。 敵を撃破すす。るたびにターン数プラス2となりますあの、まあ、クリティカルを出しながらですね敵を倒せばですねターン数プラス3できるので非常にですねこの地桜のターン数というのは伸ばしやすいようなものになっていますで最大20ターンまで増加可能となっているでここのですね具体的な数値が書いてある部分っていうのはですね MR 化で修正される部分ではないと思いますので、まあ、この最大20ターンっていうのと えー、クリティカルでターン数プラス1敵を撃破してターン数プラス2っていうのは変わらないのかなと思いますでそれを踏まえた上でですね、えー、パッシブを見ていくと出陣時5ターンの間自身が血桜状態になり、えー、会進率と筋力値が 5%×、えー、血桜の残り単数増加するとなので出陣時ですね5ターンというところで、まあ、出陣した段階で会進率と筋力値25%アップしてくれるようなものになります で、地桜の状態中ですね、会心攻撃が発生するたびに地桜の炭数プラス1。で、敵を撃破するたびに地桜の炭数がプラス2。で、最大20ターンまで伸ばせます。で、自身がですね、致命傷のダメージを受けたときに、地桜の残り炭数の半分を消費し、この致命ダメージを無視。で、自身のデバフ状態を全て解除し、40%の HP を回復。このスキルは1回のみ発動可能となっています。 ところどころちょっと昔の文章っていうところはあるんですけど、まあ、このキャラクターの、えー、このパッシブの強みとしてはですね、まず白バフっていうところですね、血桜が白バフとなるので剥がされにくいっていう上にですね、あの、ターン数を伸ばすこと、まあ、ターン数減らされることもあるかもしれないんですけど、まあ、最大20ターンまで伸ばせるっていうところで、しかもターン数を伸ばす条件っていうのが非常にまあ簡単っていうところがあるかなと思います。 で、出陣時に付与されるっていうところで、まあ無駄のない動きができる。で、致命ダメージを無視してですね、復活できるんで、まあバフは残しつつ、あの、異常状態だけ解除して復活ができるっていうところで非常に強力です。まあこれ出た時はかなりビビりましたよね。もう衝撃を受けました。なんだこの復活の仕方はというふうになったんですけど、まあバフを盛りながら戦っていくっていうのがやりやすい副装かなと思います。で、ターン数が伸びるほどですね、 まあ100%ですね、最大、えー、クリティカル率上げていくことができるので、まあターンスが伸びれば伸びるほど、ほぼ全ての攻撃がですね、クリティカル攻撃になって、まあしかも、えーえー、攻撃するたびにですね、威力っていうのは筋力値上がっていきますんで、まあ威力っていうのも伸びていくのかなと思います。 で、回信率と筋力値の増加パーセンテージと、まあ一応最初の5ターンの間ですね。まあここに関しては、あの固定ではないのかなと思うので、強化が入る可能性っていうのはあるかなと思います。まあただ、まあ最大20ターンで5%で100%アップっていうのがキリがいいと思うので、まあ変わらないような気はしますね。まあ 40%HP 回復の部分が、まあ例えば60%とか70%とか。 まあそういった情報修正があるぐらいじゃないのかなというふうには思います。まあそれか千桜の、えー、残りタン数半分の消費っていうところが3分の1になったりとか4分の1になったりとか、まあんまりこういうことはなかったかなと思うんですけどここは千桜の効果ではないので。 ま、こういった部分ですね、情報修正入るんじゃないかなというふうに思います。えー、弱みとしてはですね、まあ、白バフ減らしのキャラクターには、まあ、やっぱり注意は必要ですね。あの、10ターンとか15ターンとかに伸びていった状態で攻撃されてもですね、まあ、減らされたとしても、まあ、6ターン、7ターン残ってくるような状態になるのかなとは思うんですけど、まあ、最初の5ターンの時にですね、白バフ減らしキャラクターに攻撃を食らっちゃって、残り1ターンまで減らされてしまうとですね、あの、こちらのクリティカル率アップの効果も パーセントしかないっていうところになりますんで、まあ、ン数が少ないと、ターン数伸ばしにくくなって、この地桜解除してしまう可能性もありますので、そこには要注意かなと思います。で、まあ、地桜自体っていうのはですね、白バフになりますんで、まあ、先ほど言ったようなこと以外の追加効果っていうのはですね、まあ生後、バフが生後状態に変わったり、デバフが罪悪状態に変わったり、まあ、それほどの変化っていうのはないはずです。追加効果は付与されないのかなと思います。 それではですね、スキル1の性能を見ていこうと思います。残り HP パーセンテージが最も低い敵を6回攻撃し、毎回600%の物理ダメージを与える。で、毎回攻撃前、自身の残り HP が50%より高い場合、回心率が40%増加となりますんで、 ま、例えば、応援とかで出すとですね、いきなり回心率が40%上がった状態で攻撃することができます。で、回心攻撃が発生した場合、残りの攻撃に自身筋力値の4倍のダメージが加算される。で、これは防御無視になっていて回心攻撃可能となっています。で、この4倍、今ではちょっと低く見えちゃうかもしれないんですけど、当時としてはですね、まあかなり高い値となっておりまして、というのも、まあこれかける4なんですけど、地桜のターンス伸びていけば伸びていくほど、筋力値ですね、最大2倍になる ありますんで、まあ、20ターンの地桜でこの防御無視考えるとですね一発あたり筋力値かける8倍と思ってもいいのかなと思うので、まあ、十分ですね今でも通用するような、まあ、火力にはなっているのかなというふうに思いますで、まあ、最初はですね600%の6回攻撃で3600%で筋力値の4倍かける6回攻撃なんで筋力値の24倍のダメージを出していきます で、これ初ターンのですね、えーまあ、全部クリティカルが出たと仮定するとですね、地、まあ、桜のターン数5ターン、6ターン、7ターン、8ターンとどんどん伸びていきますので、えー、6660%と、えー、筋力値ですね、じわじわ上がっていくことを考えると61.05倍のダメージを出していくことができます。で、これが仮にですね、千桜20ターンになると、えー、ちょっとパーセンテージのところには筋力値の増加分っていうのは想定してないんですけど、6660%プラスですね、筋力値の88.8倍 のの火力ってていいうのを出していくことがで、きますで例えばですね、ここが筋力値の8倍のダメージになるだけでもですね、これらのダメージの2倍分の筋力値ダメージ出していくことができるので、かなりですね、筋力値ダメージ対策が入っているとはいえですね、強力な攻撃を出していけるんじゃないかなというふうには思います。 強みとしては、HP が高い状態だとですね、クリティカル率補正があるので、まあ、地桜と合わせるとですね、まあ、これが単純に足し算になるのかっていうところはあるんですけど、まあ、こちらのスキルで回心率40%増加で、地桜で、まあ、出陣時5ターンなんで25、25%クリティカル率上がっているっていうところで、まあ65、65%ぐらいの回心率上がっている状態になりますので、まあ、かなりの確率でクリティカルっていうのは発動していくことができます。で、同時にですね、地桜の単数もどんどん伸びていくので、 クリティカル率っていうのはもうどんどん上がっていくような状態になります。 弱みとしてはですね、回復がないんですよね、このスキル1自体に。なので、まあ、ちょっと、まあ、この、最上義明が出たタイミングも対策として挙げられていたのは反射キャラクターになるんですけど、まあ、やっぱりですね、反射で、まあ、沈んでしまう可能性が高いっていうところと、まあ、反射でですね、残り HP が50%を割ってしまうと、まぁ回進率補正が消えてしまうっていうところがあって、まあ、ちょっとこの回心率補正ですね、攻撃の最中で消えてしまう可能性は高いかなと思います。まあ、とはいうもののですね、 まあ会心率、地桜でも上がっていますので、まあ、あまり気にするほどでもないかもしれません。 で、ちょっと今はですね、ハンニバルっていうキャラクターがいるんで、この攻撃ですね、ハンニバルに飛んでしまうと、まあ、ハンニバルの新月の効果も相まってですねクリティカルえ、クリティカル率下げられてしまうっていうところがあって、血桜を生か,かしにくいような、まあ、状態になってしまいます。まあ、なので、個人的にはですね、この、えー、攻撃対象をですね、集中攻撃に変えてくれると、まあ、スキル1からですね、しっかりフィニッシャームーブをしていけるキャラクターになるのかなと思うので、こちら集中攻撃になって火力の伸びてくれる。 れればですすね非常にに強力ななな攻撃になるかなと思います、まあ、例えばダメージ倍つくだけでもですねまあパーセントダメージも倍になるかなと思うのでまあ、非常にですねまあそれだけでも使われるキャラクターになるんじゃないかというふうには思います。 で、続いてスキル2ですね、えー。今度は敵を6回攻撃し、まあここはランダムですね。えー、毎回600%から1800%の物理ダメージを与える。で、自身の地桜の、えー、残りターン数が多いほどダメージが高くなります。で、毎回攻撃前。 え自身の残り HP が50%より低い場合今度は低い場合なんですけど回心率が40%増加します、まあ、このキャラクター自身耐久性がそんなに高いキャラクターではないので、まあ、スキル2の時点ではですね、まあ、多分スキル2の攻撃中にもですね反射とかで HP50% 割るっていうことはザラにあるのかなと思うのでこの回心率の上がり方はいいと思いますで全ての攻撃後自身が総ダメージの25%分の HP を回復、まあ、これ攻撃後に回復なんで、まあ 攻撃打ち終わった後に生き残っていればいいんですけどなかなかですね、まあ、反射に弱いっていうところがありますんで、まあ、ちょっとこの攻撃後の回復っていうのは遅いんじゃないかなとは思います。 ダメージとしてはですね、600%の6回攻撃なんで、3600%からですね、まぁ、あ、一応1800%まで出せるので、1800%の6回攻撃で1800%。で、すべてクリティカルを出していくことができると19、19980%となります。まあ、一応ですね、えー、クリティカル率が上がるっていうところで、指輪の伝説人器も育ててもらうとですね、えー、物理回収80%分そこで上がるかなと思うので、本気で使う方はそこもしっかり育ててください。 強みとしてはですね、まあ、これ、パーセントダメージとしてはですね、かなり優秀な部類かなと思いますんで、まあ18、1800%の6回攻撃まで出せると、まあ、優秀な、え、パーセントダメージソースになるかなというふうに思います。で、千桜ですね、スキル2になると、まあ、復活で半分減らされている可能性はあるんですが、まあ、千桜のターン数ですね、かなり高い状態っていうのが想定されるかなと思うので、まあ、千桜のクリティカル率っていうのもかなりのものかなと思います。 で筋力値も上がっているのでパーセンテージとしては、えー、このぐらいになりますけど、まあ、筋力値の増加分も考えるとさらにダメージっていうのは出していけるかなと思います、えー、弱みとしてはですね完全ランダムの攻撃となりますのでまあ長老だけじゃなくてですね長髪にも推移吸い寄せられてしまうっていうところが、まあ、弱点かなとは思います で先ほど言ったように最後に回復があるという関係でですね、まあ、このスキル2で打っている最中にまあ反射でやられてしまうという可能性は非常に高いかなと思います。まあ、例えば、アウグスの援護整合状態の状態で殴っちゃうともう一瞬で沈んでしまうかなというふうには思いますね。で、まあ、パーセントダメージ、まあ、ここで防御無視のダメージ乗ってもいいかなとは思うんですけど、もう一つのことですね、パーセントダメージ特化として、まあ、例えばですね、 このキャラクター、千桜に入ることができるんで、筋力値のパッシブで仮に負けていてもですね、あの、合計の、まあ、最終的な筋力値では勝っていること多いかなと思うので、例えば筋力値で勝っていればダメージ倍とか、まあ、これはスキル1にも言えるんですけど、まあ、そういった部分ですね、強化してもらうと、まあ、クリティカル、えー、出していくと4万パー近いダメージ出せるようになるとですね、さすがに強力かなと思うので、まあ、そういった情報修正が入ってくれると嬉しいかなと思います。 え続いてパッシブですね攻撃力46%会心地レベルかける2 8 0で HP44% 筋力値がレベルかける2 4 0で、えー、出陣時5ターンの間自身が地桜状態に入り、えー、会心率と筋力値が 5%× 地桜の残りターン数増加地桜、えー、状態中会心攻撃が発生するたびに地桜のターン数プラス1敵を撃破するたびに地桜のターン数プラス2、えー、最大20ターン ままでで伸ばすすことができますで自身が致命傷を受けた時血桜の残り単数の半分,まで半分を消費し致命ダメージを無視自身のデバフ状態を全て解除し40%の HP を回復このスキルは1回のみ発動可能で武器に物理十五35%で攻撃パ8物理防御貫通900とついております、まあ、血桜 と会心値の、えー、レベル下級280と物理改新のパッシブがあるって言うところでですね。まあ、クリティカルを出すことにま全、あ、振りしているような性能になっているのかなと思います。まあ、これはですね。まあ、そういったキャラクターなので、まあ、そこは十分いいかなと思うんですが。まあ4範としてはですね。まあ、今となってはですね。まあ、当時は防御力。 ついてな千桜でまあ筋力値が上がっていたので、まあ、少なくとも物理防御っていうのは非常に高くなっているので、まあ、耐久性もまあ割とあるよって話をしていたと思うんですけど、まあ、今となっては全体的にです、ね、耐久性には難があるかなと思います。 で、しかもですね、まあ、回心出しやすいのはいいんですけど、あの、物理防御貫通900しか貫通関係なくてですね、まあ、防御貫通っていうのがそもそもついていないっていうところがありますんで、まあ、MR 化で,でですね、おそらく防御貫通レベルかける15っていうのはつくのかなと思います。で、同時にですね、体力パッシブもついてないので、まあ、今 MR キャラクターって基本的に体力パッシブついているのかなというふうに思うので、まあ、おそらくですね、体力レベルかける300とかぐらいと、防,防御貫通レベルかける 15あたり、まあ、この辺りがパッシブで追加される、パッシブとしては追加内容、それぐらいじゃないかなというふうには思います。まあ、あとはですね、地、まあ、桜のパッシブの内容がですね、まあ、マイナーチェンジどれぐらいしてくれるかっていうところになるのかなというふうに思います。 最後にまとめですね。えまず、戦役ボス戦ですねえ。こちらに関してはですね、命中パッシブないんですけど、地桜で、まあ、筋力値が上がりますんで、まあ、筋力値が上がると、まあ、相対的にですね、まあ、同時に命中値も上がっていくようなものになりますので、まあ、戦役ボス戦では十分使っていけるような性能になるんじゃないかなと思います。ボス戦に関してもですね、今でもまだ使えるキャラクターと思います。で、闘技場に関してはですね、 まあ個人的にはこれ、このキャラクター、スキル1、スキル2ともにですね、ハンニバルに当たってしまうと、非常に血桜も総殺効果によって、非常にですね、タンス伸ばしにくいっていうところがあるので、そこが克服できれば、闘技場でも使えるかなと思います。えー、用に関してはですね、スキル1、えー、回復ついていないっていうところで、まあ、反射ですぐ沈んでしまうかなというふうに思います。えー、強みとしてはですね、UR1000 の段階でもまずまずのですね、こう 火力のキャラクターにはなっております地桜によってですね地名ダメージを無視して復活することが可能になっているので非常に優秀な復活の仕方です。地桜のターン数が肝になってくるんですけどその地桜のターン数の伸ばし方っていうのはですね非常に簡単っていうところが挙げられます。 え、弱みとしてはですね、耐久面今となってはかなり脆いので、ちょっとここに関しては強化が入ってもらわないと厳しい部分があるかなと思います。で、現状ですね、ハンニバルに非常に弱いスキル1、スキル2となっておりますので、できればですね、集中攻撃であったり、まあ、生後剥がしがあるとですね、すべて解決してしまうのかなというふうには思います。あの、このスキル1、まあ、どちらかでもいいですけど、生後剥がしがつくだけでですね、むしろハンニバルキラーとして立ち回れるんじゃないかなと思うと非常にワクワクします。 えー、まとめとしては、まあ、火力が強いんですけど耐久面っていうのはネックになってくるでスキルがですねハンニバルに吸われてしまうと地桜の炭素も伸ばしにくいっていうところで、まあ、ちょっと意味のないキャラクターになってしまうっていうところがあるのでそこの対策ですねしっかり入ってくれれば非常に強力なキャラクターになるかなと思うのでそこの対策がスキルで入ってくれると、まあ、かなり楽しみかなと思いました えー、これで今回の動画は終わりにしようと思います。これからも放置症状の動画を上げていくので、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。